カンボジアのアンコール遺跡群にもこんな寺院があります。名作ナンバー68、バイヨン寺院。アンコール朝の王ジャヤバルマン7世が建てました。中央の塔から仏像が発見され、仏教寺院と考えられてきました。しかし近年、純粋な仏教寺院でないと分かってきたのです。最新の調査によるコンピューターグラフィックスがそのことを明かします。レリーフに刻まれた多くの手を持つこの姿、仏像ではなくヒンドゥーのシバ神です。この寺院のシンボルは、塔などに彫り込まれた尊顔と呼ばれる巨大な顔です。全部で173ある尊顔は、それぞれ微妙に表情が異なります。かつて仏教の観音ではないかと言われてきましたが、今は一つの宗教の神に特定できないという説が有力です。仏教だけでなく他の宗教を合わせて祀るバイヨン寺院、この微笑みは宗教の垣根を越え全ての人に向けられているのかもしれません。一口に日本建築といってもその魅力は様々です。豊かな自然と調和した佇まい、豪壮華麗に飾り立てられた空間、それぞれの建築に込められた美を見つめます。国土の3分の2を森林が占める日本、まずは木の美しさを尊ぶ社をご覧いただきましょう。名作ナンバー69、伊勢神宮。2000年の歴史を持つといわれる神社です。森の奥深くに天照大神を祀る正殿があります。正殿は簡素な美しさが際立つヒノキの白木造り、屋根はかやぶきの切妻造りです。樹齢500年の木が胸持ち柱として屋根を支えています。屋根を補強する丸太は干したカツオに形が似ていることからカツオ木と呼ばれます。唯一神明造りという日本最古の建築様式です。伊勢神宮では20年に一度社殿を新しく建て替え、御神体を移す式年遷宮が行われます。木曽の三重山でのヒノキの調達から始まり、溶剤を神宮へと運ぶ置き引きなど様々な神事が8年にわたって続きます。これは平成5年の遷宮の時の映像です。古い正殿の隣の土地にそっくり同じ新しい正殿を建てます。式年遷宮には社殿を新しくすることで
日本の国も若々しく生まれ変わるという思いが込められています。この式年遷宮の営みは壮大なリサイクルの物語でもあります。20年の務めを終えた木材はその後希望する神社へと払い下げられているのです。三重県四日市市のこの神社は江戸時代以来遷宮のたびに伊勢神宮の古材をもらい受けてきました。この鳥居も平成5年にもらい受けた古材です。カンナをかけるとヒノキの香りが立ち上り綺麗な木肌が現れたといいます。本殿も伊勢神宮ゆかりの建物です。昭和5年の遷宮の時社殿を一棟丸ごともらい受けました。この神社の中で古材は用途を変えながら使われ続けています。一代前の本殿は神門に作り替えられました。明治43年に譲り受けてからおよそ100年、傷んだ箇所はまだ使える木材で修理して大切に使っています。こうして寿命を全うし役目を終えた古材も無駄にされません。現在上がってますこの表札が、昭和28年度の鳥居から取りました。鳥居として役目を終えた古材を表札に仕立て直し500件の氏子に配ったのだといいます。このようにして日本人は木を慈しみ続けてきたのです。日本建築を支える匠の技を見ていきましょう。奈良東大寺、鎌倉時代に建てられた日本で一番大きな門があります。間口38メートル、高さは25メートルを超える雄大さ。名作ナンバー70、東大寺南大門。注目すべきは18本の巨大な柱です。周防の国、今の山口県から運ばれたえりすぐりのヒノキです。これらの柱がしっかりと南大門を支えているのは柱と柱をつないで張り巡らされた材木のおかげ。これらを抜きと言います。一見一本の長い材木に見えますが、匠たちは柱の中で4本を巧妙に継いでいます。まず柱に十文字の穴を開けます。材木の先端はこのような形に加工されています。最初の2つを両側から差し込んで組みます。次に残りの2つを上から差し込み組んでストンと下に落とすと4つががっちりと噛み合います。最後に遊びの部分にくさびを刺し締め固めます。釘で固定していないので地震や台風で強い揺れを受けた時には組んだ木と木がきしみ合います。それによって衝撃を吸収するのです。南大門の強さの秘密は柱の中にあったのです。